モラージュ勝負は埼玉県久喜市勝負町勝負の国道122号、記載勝負バイパス沿いに立地する大型ショッピングモールである。2008年11月28日開業。創日新都市開発が各地で運営するショッピングモール、モラージュの最大規模の店舗である。ヨークマートを各店舗とし、埼玉県初出店の109シネマズなど、 約250店舗を要する。開業当時のキャッチフレーズは、三星マークの毎日で行こう。店舗面積9万平方メートル、テナント数250店で、当時の埼玉県内で2番目に、規模の大きいショッピングセンターとしてオープンした。郊外で駅から遠いなどの立地の悪さや、リーマンショックの影響でテナント集めに苦労したが、2008年度、 ほぼ計画通りの250店でのオープンになった。また、久喜市内と近隣には複合商業施設が多数立地することや、前述する公共交通の便が悪いことから、週末のイベントを増やしたり、最寄り駅からの交通アクセスを改善するなど、企業努力が続いている。2013年4月12日、敷地東側に別島が完成し、 大手医療品専門店がオープンすることになった。2013年5月10日さらなる資産の効率性向上を目指し、マンゴスチン特定目的会社に譲渡された。なお SC 運営は引き続き創実新都市開発がプロパティマネジメント会社として運営を継続していくことが決まっている。なお、2014年に創立新都市開発が関連会社の創立商業開発へ、 ショッピングセンター事業を承継したことに伴い、施設管理者は、創実商業開発となった。各店舗はヨークマートフードセントラルである。1階の南側ヨークマート周辺は、総菜や高級輸入食材などの試行品関連の、テナント、ドラッグストアなど健康関連のテナントが集結している。また1階の北側の7番街周辺は、 子育て支援にふさわしいてなんとが集約されている。安心して買い物ができる、よう屋内遊園地、子供服専門店、玩具専門店などが立地している。また3階の4番街に、託児所がある。2階はファミリー向け、紳士向け、婦人向けの医療品専門店とスポーツショップ、個性的な専門店として、農産物直売所がある。 サービス関係のショップは1階と2階と3階に、リラクゼーション店舗が2階と3階に、携帯電話ショップと家電量販店が3階に旅行代理店と医療機関がエンターテインメントでは3階に、書店音楽、映像ソフト販売ショップ、開店当時としては大型ショッピングセンターへ初出店となるアニメショップなどが集結する。また、埼玉県都根地域の商業施設では、 唯一のラジコンコースが3階に存在していた。出店テナントの前提の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを、施設内のサービスや営業時間の詳細は公式サイト、施設案内を参照。店舗周辺の勝負北部地区は、国道122号沿いのため、物流施設や工場などの開発が進んでいる。川越栗橋線の反対側には、 ホレオ勝負などの商業施設が建物裏手にはホームセンター武蔵等の商業施設や茎市勝負バスターミナルが122号線の反対側には中央物産茎ロジスティックスセンタートランコム茎ロジスティックスセンターなどの物流施設や日本ガス関東中央支店などの工場などが立地しているまた敷地から 1km 離れた勝負町三月内には NHK 勝負区記ラジオ放送所が立地している。ありがとうございます。